はい、皆さんこんにちは、伊藤海斗です。今日はですね、タイトルにもある通りなんですが、こちらの新しかったコスプレ衣装をご紹介したいと思います。で、こちらですね、有名なショッピングサイト、Amazon で買ったんですけど、で、これ実はですね、だいぶ前に注文して届いてたんですけど、なかなか、紹介する時間がなくてですね、今回、ようやく紹介することができます。はい、ということで、今回買ったこちらのコスプレ衣装なんですけど、一体誰のコスプレを買ったのかっていうのをちょっと説明したいなって思います。で、一応こちらはですね、ボルトネクストジェネレーションっていうアニメに出てくる、ウチハサスケのコスプレを買いました。で、このコスプレを買う決め手となったのがレビューですね。で、一応こちらはですね、レビュー見たところ、かなり評判が良かったので、思い切って買いました。で、あとですね、値段ですね。7500円以上したので、そんなに高くないかなと思って、買ったのが決め手ですね。はい。で、実際届いたら、かなり、良かったですね。はい。これから実際ちょっとね、中身を見ていくんですけど、結構ね、いいと思います。はい。それでは実際ちょっとね、見ていこうかなと思います。で、実を言うと、これね、届いた時に一回開けてるんだよね。で、中身もね、どんな感じかっていうのをちょっと知っちゃってるから、あれなんですけど、とりあえず順番に見ていきましょうか。まず、こちらですね。サスケの衣装でおなじみのね、マントでございます。表面が黒で、で、裏地が、こちら、紫ですね。なかなかいいですね。で、素材も結構いいですね。はい。で、ちょっとこれ広げてみますね。こんな感じなんですけど。あ、これめちゃくちゃいい。これわかるかな、これ。これ裏地なんですけど、こんな感じね。で、こちらが、表面ね。結構作りはしっかりしてそうですね。はい。これは後で着ないといけませんね。はい。で、続いては、ちょっとこれ下に置いておきますね。で、あとはですね、こちら。手袋ですね。が、2枚、ついてきます。で、これもね、なんかレビュー見ると、手袋の先端部分が穴開いてなくて、これ実際見ると本当に開いてないんですよね。もう本当に手袋っていう感じで、原則だと、なんかね、こう、先っぽが穴開いてて、で、手を入れると、この手の部分がこう出てるよっていう感じになってると思うんですけど、実際届いたものは本当にそのままなんですよね。ですので、なんか、こう、レビューに書いてあったのが、この部分を、ハサミで切るか、もしくはそういう専門店に行って、原作に似たものを買ってくるのがいいっていう風に書いてありました。さすがにね、ちょっと、原作に似たものを買うっていうのはちょっと、あれなので、ハサミで多分切れると思います。はい。で、これ実際つけてみたんですけど、最初一回つけてみたんですけど、ハマるかどうかね、心配だったんですけど、こんな感じで、しっかりとハマります。はい。が、ついてきました。そして、こちら。わかるかな、これ。多分これは、ベストかな。多分そうですね。ベストですね。はい。で、こんな感じで、こう、なっていて、で、後ろが、こう、チャックになってるんですね。こんな感じで。ですので、脱ぎ着が、しやすいっていう感じになっています。で、これもね、実際着たんですけど、良かったですね。ちょっとこれ L サイズなんですけど、今回買ったこちらの衣装なんですけど、L サイズなんですけど、ちょっと、きつめかなっていう感じはしました。僕が、痩せればいいだけの話なんですけど、はい。で、あとですね、こちら。その、ベストの下に着るやつですね。が、一つ、ついてきました。はい。こんな感じです。はい。で、これも、チャックがついているので、こんな感じでやるよっていうやつですね。はい。作りもしっかりしているので、いいですね。はい。で、そして最後。
まあ、これがなきゃいけないであろうズボンでございます。黒ですね。はい、なかなかいいですね。はい、結構ね、これここゴムになっているので結構やりやすいですね。はい、履くときも。まあこれだけですかね、入ったものは。で、これがついてたんですけど、紐。これ何に使うんでしょうね。わかりませんけど、まあ、ついてきました。はい。まあ、以上が、この、衣装に入ってたものですね。はい。で、あとは、まあ、そうです。ですね。まあ、ウィッグと、あと、ブーツですね。が揃えれば、もう完璧な、サスケの衣装が出来上がります。はい。で、ちょっとね、衣装を、つけてみましょうか。まあ、どんな感じになるかわかりませんけど、ちょっと着てみたいと思います。はい、一通り衣装を着てみたわけなんですけれども、どうかな、これ似合ってるかな、こんな感じで。まあ、こちらがマントなんですが、まずね、着てみて思ったのが、作りがめっちゃいい。で、実際近くで見てみると、そんなにほつれとかも見当たらないんですけど、すごくいいですね。あとね、この紫っていうんですか、この色合いとかもすごくいいですね。で、あとですね、一番すごいって思ったのが長さですね。で、これ実際ね、本当にギリギリな長さなんですよ。本当に地面につくかつかないかっていうぐらいの長さなので、すごくね、いい長さだと思います。で、あとですね、こちら、グローブ、まあ、手袋なんですけども、まあ、原作よりかはちょっと違うんですが、まあ、それでもね、ハサミで先端とかを切れば、普通に原作通りだと思いますので、その辺は、まあ、問題ないかなって思います。はい。で、そしてこちらがベストですね。はい。まあ、着てみた感じは、まあ、ギリギリですね。まあ、僕が、痩せればいいだけの話なんですけど、すごくいいですね。はい。で、先ほど紹介した時にも、見たと思うんですけど、後ろ、チャックになってたじゃないですか。なので、あれは、ちょっとね、手伝ってもらいました。で、まあ、着るとこんな感じですね。はい。で、そして、ベストの下が、シャツですね。はい。これもなかなか着やすくていいですね。で、そしてその下、ズボンですね。結構着やすくていいです。はい。まあ、これが、今回買ったコスプレ衣装の内容ですね。はい。で、あとはですね、まあ、まだ買ってないんですが、ウィッグと、あと、ブーツですね。があれば、もう本格的なサスケのコスプレができるんじゃないかなと思いますね。あとそうですね、刀があれば十分だと思います。で、今回買ったこちらの衣装、Amazon なんですけど、本当にね、いい買い物することができました。めっちゃ満足してます。ですので、またね、いい衣装があったら、買いたいなって思いました。ですので、皆さんもね、コスプレいいのがあったら、買ってみてはいかがでしょうか。はい、というと今回はこちらのサスケのコスプレ衣装を開封して、実際に着てみたわけなんですけど、本当にいい衣装ですよね。で、まあ、今回こちら、まあ、Amazon で買ったんですが、まあ、この他にも、ヤフオクだったりとか、あとは楽天とかにもこの衣装売っていると思いますので、もしね、コスプレに興味のある方、もしくはこの衣装まだね、手に入れてないよって方いらっしゃれば、ぜひね、そちらのサイトでチェックして買われてみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日の緊張しすぎないの動画でした。この動画もしよかったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。またその他 Twitter、Instagram もやっておりますので説明欄からフォローお待ちしてます。ということでまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。